首都高速神奈川3号狩場線は、神奈川県横浜市の中区の本木ジャンクションから、ほどヶや区の狩場インターチェンジへ至る、首都高速道路の路線である。本木 JCT 石川町 JCT は、神奈川県道147号高速横浜羽田空港線、石川町 JCT 狩場インターチェンジは、横浜市道高速2号線。 K3 横浜港や横浜市中心部より発生する交通を裁く放射状路線として、仮バインターチェンジを介して、横浜新道で、湘南方面、ほどがやバイパスで、東名高速道路や相模原市、多摩方面、横浜横須賀道路で、三浦半島方面を結ぶとともに、首都高速横羽線と接続して、東京方面を連絡する路線として計画され、 1970年11月2日に、横浜国際港と建設計画道路第3号、中央線の名称で、都市計画が決定され、1971年11月8日に、工事開始の告示がなされた。給料部及び中村川筋の池下橋より、上流は順次着工されたが、倉木橋から亀の橋は、強い反対運動があり長い間着手できずにいた。 石川町 JCT と新山下で入り口の間は1978年に着工し、1984年2月2日に横羽線の横浜公園出入口石川城 JCT と共に開通した。1984年春に地元への説得が身を結び、1987年2月に全面着工に至った。施行にあたっては、 電波障害対策の共同受信施設の設置や墓地、移転保障、日照券保障などの地元対応が取られたが、本堂特有の問題として、軽流船舶の移動や、沈船処理の必要が生じた。1989年9月27日に、新山下出入り口から、本木 JCT、湾岸線大国ジャンクションを経由して、大国線生麦ジャンクションの間が、開通。 ついで1990年3月20日に着工から20年の歳月を経て、カリバ JCT 石川町 JCT の間が開通した。全線開通に先立ち、3月11日にバンドを出入り口と長田出入り口の間を開放して、ハイウェイフェスティバルを開催。 高速道路をすごろくに見立てたゲームや、未来の高速道路をテーマにした児童の会話の展示、地元の社会福祉協議会による屋台、フリーマーケットなどが行われ、晴天の下、主催者予想の4倍の来場者が訪れた。中区山下町から、南区南大谷町目にかけての平地部と、南大谷町目から、ほどがやく、刈羽町にかけての丘陵部に対別できる。 石川町 JCT 内のランプウェイを除き上下線、角2車線、最小曲線半径は200メートルで、設計速度は時速60キロメートルである。平地部はすべて高架構造であり、大半の区間は中村川上空を通過する。着工前の川幅は27から28メートルほどあったが、本道路建設と同時に施行された五岸改修により22メートルに縮小し、 橋脚時期を確保した。中村川には関東大震災で被災し、大正から昭和初期にかけて復旧された橋が十数本あったが、建設省や横浜市から住宅し、掛け替えられた。沿道は市街化が進んでおり、中村川左岸にあたる上り線側の用途地域は商業地域、右岸は近隣商業地域で低層住宅が密集している上に、 右岸川広報120から200メートルにある高さ、50メートルの崖からの反射音も懸念された。横浜市立大学病院や横浜市立中村特別支援学校を、はじめ、特に静音を必要とする施設も隣接している、ことから、騒音対策への配慮が求められた。この区間は概ね東西に構築されており、日照阻害を防ぐため、 防音壁は極力低く抑える必要がある。そこで新幹線などで採用実績があり、1.5メートルの従来型防音壁と同等の効果が得られる。干渉型防音壁と高架橋の2層構造部分では上層部下面に吸音板が設置された。石川町 JCT から山下町出口側は堀川筋高架橋花の木出入口側は 中村川筋高架橋と呼ばれ、この内堀川筋高架橋は1983年に土木学会田中賞を受賞している南大田駅付近で京浜急行の線路を越えてから仮場、インターチェンジにかけての約 3.4km は標高40から 60m の丘陵地帯で、霧土構造という時刻を渡る中小規模の橋梁で構成される。一帯は住宅地であり、 車道端から両側20メートルの幅で、環境施設帯が設けられている。霧土部は、走行車両の速報空間を確保し、かつ開口部を狭めて周辺への騒音を抑制する、ことを目的として、壁面に1、0.5の勾配をつけ、頭部に張り出し床板を設けた鉄筋コンクリート製の、もたれ用壁が採用された。用地の制約上、 沿道の随所に高い溶壁が生じたが、圧迫感を緩和するため、割石布の積み模様の化粧型枠が使われた。南大谷町目から清水気球にかけての谷部の佳境にあたっては、ラーメン橋や桁橋も検討されたが、景観への配慮と地質上の理由から、長さ75メートルの RC アーチ橋で建設され、下部には児童公園が設けられた。 霧道を横断する橋は16本ある。瀬戸ヶ谷町近辺は、乱開発により公園等が少ないことから、筒じ橋、あじさい橋、すみれ京都は、公団都市の共同負担で、工事用の仮設桟橋に開口級的な福音の広い橋が架けられ、橋幅の一部は広場として開放された。清水家級公園及び仮場料金所の下り線側の瀬戸家国公園は、 本線上部に蓋がかけられ、その上は公園として利用されている。霧戸の上を通るや良い橋の上り線側に、波と鴨モ下り線側に木と風をイメージしたレリーフが、長田で入り口のトンネル上部には犬とウサギをイメージした中鉄製パネルが飾られている。防音壁は、本線側はシルキーホワイト地に圧迫感を軽減するため緑のラインを入れた。 道路外側は、コンコードクリーム地に、本線側より淡いスプルースグリーンのラインを入れ、一部区間は、ドライバーへのサービスとして、ポリカーボネート製の投稿板を取り入れた。カリ場料金所付近の地下には、化石再車両を退出させるため、上り線から下り線に向けた U ターン路が設けられている。長田花の期間上り線の清水気公園付近には融雪剤貯蔵庫や、 二重駐車スペースからなる管理施設が置かれている。植栽設計は、給料部を四つのゾーンに分け、京浜急行交差部から清水が、丘アーチ橋は、ガツのゾーンとして、ヤブツバキやサザンカ、清水家急行園から山手高架橋の間は、風のゾーンとして、香りの良い金木製、人長毛やック、木村林が、比較的残されている山手高架橋から、 長田高架橋の間は、鳥のゾーンとして、青木がまずみなど、夕鳥木が多く植えられた。長田高架橋からかり場、インターチェンジにかけては、料金所やジャンクションのランプウェイなど人工物が多く、花のゾーンとして桜を中心に緑化が行われた。2006年に廃止されるまで放送されていた、首都高速ラジオの放送場所24時間。 交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成令和2年度に実施予定だった交通量調査は新型コロナウイルスの影響で延期された。ありがとうございます。